天気によって全く景色が変わります。そうですね、出発前はやっぱりマケドニアってどんな国なのか全然分かんなかったんですけど、やっぱり来てからすごい実感がいろいろ湧いて、すごい人が温かいし、景色も全然ヨーロッパとも違うけれども、なんか本当にマケドニア独特の景色があるし、逆にそれを日本人が知らないのがすごいもったいないなって最近思います。